栃木県佐野市の神社では風鈴の音で涼しさを演出する催しが行われています。佐野市の唐沢山神社では境内や参道などに飾り付けられたおよそ700個の風鈴が涼やかな音色を響かせています。風鈴参道と名付けられたこの催しは、夏の暑い時期に涼しさを感じながら参拝してもらおうと6年前に始まりました。飾られている風鈴は1000年を超える歴史を持つ佐野市の伝統工芸品天明鋳物で作られています。鋳物でできた風鈴はガラスや陶器とは違う風情のある独特の音色を奏でます。最近とても暑いんですけども、風鈴のこの音色を聞くことで耳からもすごい涼しさを感じて、とても来てよかったなと思っています。佐野はすごく暑いところというイメージがあるんですけれども、やはりこの山の中にこだまする風鈴の音色っていうのはすごく優しくて、涼しげにより一層感じてもらえるんじゃないかなと思っています。この催しは来月25日まで行われます。